ロシキ、堂々乱世を渡らん。そうか。はっ、せい。孫三が言って。構想を打ち、早々に備える。さすが周瑜殿、見事な策だ。諸将もまた。周瑜殿の言葉を信頼している。俺も早く皆の信頼を得ねばな。そのためにもまずこの戦で功を立てるのが肝要か。さてまずは諸将と合流するとしよう。何を召し上がりますか？またのお菓子を。何を召し上がりますか？またのお菓子を。馬がご入り用で。またお待ちしてます。おお、みんな集まっておるな。
兄貴、大変でさ。龍頭じゃない、あなたも来てたのね。ええ、ま、野郎ども、狙いは大将首だ。雑魚には構わず突っ走りな。狙いは定まった。敵の足場を崩して戦意を損破。よし、我々はこの地の防備につく。敵は全てここで防ぐ覚悟で臨むぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損破。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。殿、お怪我はありま。急敵、酵素を打ち、孫悟の明日を切り開く。皆、力を貸してくれ。攻めるなら今だ。者ども、力の見せ所だぞ。勢いに任せるだけの攻めか。弱体の青臭い策など通用せぬぞ。ここが勝敗の分かれ目だ。全力で敵本陣を奪い取れ。敵の勢いは侮りがたい。出鼻をくじき心を折るが上策か。よし、直ちに守備配置につけ、来る戦闘に備えるのだ。
これでいいだろう。引くしかないわ。これが孫悟の底力というやつか。これで本陣が脅かされることはあるまい。今より反撃に出る。兵たちよ、我が輩に続け。終わりよければ全てよし。堂々たるものだな、ロシュ。私の見込んだ通り、いや、それ以上だ。この村、私たちに味方してくれるんだって。でも、そのせいで酵素に狙われてるみたい。私が絶対にこの村とみんなを守ってみせるわ。やっ、ここは絶対に引かない。酵素の軍なんかに負けるもんですか。ロシュ、私の見込んだ通り、いや、それ以上だ。孫悟の奴らが来やがったな。鈴の観念の喧嘩、今日こそ見せてやるぜ。よし、進撃だ。私の前進が勝利につながると心得よ。守りは我らが受け持つ。決して。やるじゃねえか。たぎってきたぜ。おい、刺激で。やる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 やしょ、打ち取ったり。
さすがはロシク殿、この活躍に学ばせてもらいますぞ。終わりよければすべて。でねえ、関寧殿が敗走し消息不明です。敵に囚われたやもしれません。役立たずめ、南が手薄になるではないか。直ちに兵を送り山道の守備を固めよう。やっぱり来やがったな。俺も行くぜ。おめえらと一緒に構想を倒す方が面白そうだ。観音様、まさか裏切ったのか。なりゃ孫権軍もろとも押し潰してやる。なんと殿こそ真の三国武装です。
ここまで来りゃ加工場まで一直線だ。さて派手に暴れるぜ。悪よければ全てよし。さすがはロシク殿、その活躍に学ばせてもらいますぞ。船が使えなくなった。さて、援護なした酵素はどう出る？悪よければ全てよし。さすがは孫権のせがれめ、あくまでわしを撃つ気か。者ども油断するな。天命、船が襲撃を受けました。被害は甚大、統制を失っているとのこと。何？船が？これでは城への援軍がならんだ。兵器を稼働させよう。あれだけ数があれば、奴らも手に負えまい。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。行きましょう。私たちで要衝を落とすわよ。この一撃で攻略目標は決まった。進め。これ
これより彼の地に進軍する。逆愛よ、我が轍をたどれ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻めて我らのものとするぞ。これよりカノチにし悪いな、コウソー。てめえの指図はもう受けねえ。大切だい、ご自慢の兵器は壊しといたぜ。己かねえ、やはり賊はどこまでも賊であった。父の仇は討った。だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。父、孫文代の仇、高祖は討ち果たした。皆、勝ちどきをあげよう。これで曹操の南進。しかして孫権ど、注意、曹操の動きはどうだ。はっ、曹操の軍はすでに長江河岸に迫っています。曹操に長江を越えさせてはならん。何としても奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばなりませんね。水族などに遅れを取るとは。へえ、水上船には不慣れみてえだな。足元がふらついてるぜ。敗した者に生きる資格はない。覚悟して戦え。俺に任せろ。これでいる噂を思い知った。足りなかったか。敵将討ち取ったり。堂々たるものだな、ロシュク。私の見込んだ通り、いやそれ以上だ。王も無様な姿を晒すと
たかが水族と侮った報いか。なんか曹操軍大したことなかったな。水の上じゃあんなもんか。やった。5人が湧いていたす。曹操軍が武の髄、目に焼き付けられよ。あいつら強いな。道理で、すごく目立っているわけだ。やっ、やっ、行くぞ。あの目標、我らの武で制す。私たちが華麗に奪うのです。行くぞ。敵の要衝を落とすのだ。私たちの美しい陣立てが破られるとは信じられません。あの辺りを押さえておく。物ども、下がることなどあってはならないのに無念です。頂点に及ばず、ここは引くしかあるまい。この右分足と厳正なる勝負。ロシク、私の見込んだ通り、戦力ではこちらが優勢だったはず。どこに見落としがあるのか。拙者は徐孔明、腕に覚えあらば湧いて願う。見事な武勇でござった。またいずれ再戦せん。敵を討ち取ったり。悪いよければ全てよし。どうにか勝ったが、やっぱ曹操軍は強い。敵の進路は想定通り、ここで迎撃する。この一撃で
こそが真の三国無双です。俺に任せろ。これでいいだろう。私の知力が破れようとは。敵将打ち取ったり。狙いないか。すみません、撤退します。終わりよければ全てよし。今が好機。堂々たるものだな、ロシュ。私の見込んだ通り、いや、それ以上だ。地点を失えば我が軍は劣勢に。何して渡すわけにはいきません。自分も見習う所存です。俺に任せろ。守れぬと。これでいいだろう。殿、申し訳ございません。ここは引かざるを得ないようですね。終わりよければ全てよし。敗走。補給地点が敵に奪われました。補給を阻まれるとは。敵も一筋縄ではいかぬようだな。ここは傷ついた兵の夜で、何があろうと守り抜く。これ以上皆は傷つけさせません。私があなた方を止めましょう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。ひとまずあの辺りを押さえておく。者ども、かかれ。これより彼女に進軍する。結界よ、我が輪立ちをたどれ。この辺りを抑えたのかの。小野殿、かかれ。俺に任せろ。これでいいだろう。将兵を守れぬとは。でもなりだ。決まった。いいぞ、進軍開始。
傷ついた皆を守れなかった。敵将討ち取ったり、我よければ全てよし。拠点に薬が残っていました。ここで回復できそうですぞ。伝令、孫権軍二方向から迫ってきています。孫権の強撃策にはまったか。まんまとしてやられたわ。やっ、もてなしの準備は整っている。はっ、ゆっくりしていくといい。ここに来る予感はしてたんだ。だから兵器をたくさん用意しといたぜ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。まずいぞ。これでは兵器を動かせん。撃ち取ったり。いつもながらお見事なポイント。策の出番もありませんな。今が好機。撃ち取ったり。まさか備えが足りなかったとはな。仕方ない、潔く引くとしよう。ここは守んなきゃまずい。そうピンときたんだって。これほどやるとは、なんか嫌な予感がするぜ。この地はいただいた。これで策の幅も広がるという。我よければ全てよし。今が好機。この兵器は工場にうってつけです。ぜひ運んでいきましょう。猛徳の天下まであと一歩。貴様らなどに邪魔はさせんぞ。気合入ってんな、トニー。じゃあ俺も本気で行くとするか。
俺たちでここを守るぜ。武勇、策の出番もありませんな。ここまで巻き返すとはね。うん、なかなか厳しい状況だ。ならばこの芝中達にお任せを。我が力をお見せしましょう。肝心要の守りが手薄だ。今日は自分が役目を果たすぞ。これはまずい。何かいい手を考えないかな。撃ち取ったり。筋金入りですな。俺に任せろ。見習う所存です。これでいいの。焦っても良いことはないわ。終わりよければ全てよし。おお、ひや、我が波動、阻む者は切り捨てるのみ。曹操様の邪魔はさせねえのよ。我らが相手だぞ。兵器を運んでまいりましたぞ。早速打ちかけてやるとしましょう。ひとまずあの辺りを押さえておくかの。者ども、かかれ。目標は決まった。いざ援軍開始。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。おめえが真の三国武装だぜ。
手も真似できませんな。もう一撃で。どうや。ならば撃つのみよ。腹減ったから今日はここまでだ。敵将撃ち取ったり。よく目立つな。よくやってると思うぞ。おお、気合入ってんな。その調子だぜ。止まれ。よくも抗うもの。だがわしの歩みを止めることはできぬ。俺に任せろ。どうにか曹操の進行を食い止めた。これでいいだろう。だが奴はすぐに体勢を立て直そう。曹操とどう相対する。戦後にと最善の道を探らねば。やったの。曹操軍とす。降伏しかありま。劉備に会った甲斐はあったな。多少なりとも曹操を知ることができた。それに諸葛亮、彼は妨害の力となるだろう。彼らと我ら孫吾の将兵の治癒があるのだ。必ず活路は開けるはずだ。殿。周遊よ。周遊殿は諸葛亮と話して何かをつかんだようだ。ならばあとはその策をなすのみ。俺も力の限り戦うとしよう。孫権殿、曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくて。
敵の船に接近できれば火計の威力も高まる。郊外には投降と偽り敵陣に近づいてもらう。降伏に説得力を持たせるため、敵の艦長の前で郊外を打ち据えねばならぬ。策の詳細は伝えてある。あとは実行あるのみ。彩花と彩中を伴い郊外の元へ向かうのだ。何？郊外殿が処罰されると？それは大変だ。私も立ち会いましょう。郊外殿の処罰が始まると、そんなこの目で見るまで信じられません。もはや孫悟にわしの居場所はないのかの。ああ、おいたわしや郊外殿、曹操殿ならそんな真似は決して。敵将討ち取ったり。堂々たるものだな、ロシク。私の見込んだ通り、いやそれ以上だ。さて、あっしの仕事も進めないとね。この酒を敵陣に届けに行こうか。うん、上々の結果だな。ああ、いいね。ああ、例のものですね。お任せください。あとは奴らに安価で流しておきますので。差し入れをいただけるなんて。早速みんなで飲んできますね。敵さん大喜びで受け取ってくれたよ。酒と船、二つによってまともに戦えるかね。敵さんの患者、召喚が伝令を雇ったらしい。そいつにこの偽の手紙を渡す手はずなんだ。曹操軍の長院と細胞が我らに内通している。確かそんな内容の手紙だったな。うん、上々の結果だな。将来を嘱望される逸材よ。確かに召喚様の使いを務めていますが、危険な任務となればただで受けるわけには。こんなにいただけるとは。どんな依頼も必ず果たしてみせましょう。おお、この手紙を召喚様から預かった。そう言って
曹操軍の者に渡せばいいのですね。決戦に必要だという10万本の矢、これから集めるのは大変そうだが。集めるのが難しいとなれば敵から奪うしかありませんね。船を出して曹操軍を挑発しましょう。敵が撃ち込む矢を転じて我らのものとします。うん、上々の結果だな。堂々たるものだな、ロシク。私の見込んだ通り、いや、それ以上だ。例の話は聞いています。ささ、この船に乗ってください。さあ行きますよ。うまくいくといいのですが。この辺りでいいでしょうか。今だ、皆一気に攻め込め。敵中だ。ありったけの矢を追いかけよ。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計りごとであったか。十分な矢が揃いましたね。早速孫権軍に納めましょう。うん、上々の結果だな。堂々たるものだな、ロシク。私の見込んだ通り、いや、それ以上だ。決戦の準備万全であろうか。確認してみよう。
こんな短期間に10万本の矢を集められたか。敵を撃つに十分な弓兵部隊を並べられよう。技法はうまく曹操軍に伝わったようだ。水軍都督の細胞と調印は処罰されるだろう。苦肉の策はなったな。敵は郊外の離反を信じ込んだようだ。敵は酒を入手し宴会中とのことだが、さて一体どこから得た酒だろうな。よし、今は休み、英気を養うとしよう。来るべき決戦に備えなければな。曹操の船団が南に動き出した。ついに決戦の時は来た。曹操軍を引きつけた後、家計にて焼き払う。火を見て敵を挑発する船を出す。皆、それまでは奮戦し持ちこたえよ。うん。川に沿って弓兵が配置されてる。これで敵もそう簡単には渡ってこれないな。これも10万本の矢が準備できたおかげか。さあ俺たちも頑張ろう。細胞様と調印様が処刑されたって話だ。何でも敵に内通していたのがバレたらしい。おいおい、お二人なしで戦うってのか。水上戦を指揮できる方なんて他にいないぞ。燃やすには敵さんの船をつながないとね。まず船酔いの怖さに気づいてもらおうか。この辺りの弱っている水軍を叩くよ。負ければ曹操も手を打つほかないだろうからね。失敗はできんな。頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。俺は全然酔ってねえぞ。しかし、宝刀先生にもらった酒はうまかったな。兵が船酔いしている最中に敵とは。これは厳しい。敵者ダメだ。気持ち悪くて動けねえ。しておけば兵たちも私のように息が絶え絶えに。敵将討ち取ったり。どうたるものだな、ロシ君。私の見込んだ通り、いやそれ以上に。うん、上々の結果だな。すごいな、その
頭が痛くて戦えない。今までこんなに悪酔いしたことないのに。報告によると序書様はこの辺りにいるようです。深夜の頃序書様にはお世話になりました。私はあの方を家計に巻き込みたくない。推薦になる我が兵では船酔いは免れぬか。対策を講じねばならぬな。こんなところまで攻め込んでくると、俺を倒してもそちらの利にはなりませんよ。ここは火に包まれるから離れろと。俺なんかのためにありがとうございます。上場の結果だな。ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。敵さん、船酔いを気にしだしたみたいだね。もう一押しすれば船をつなぐだろうよ。あっしが直接敵を説得しようかね。お前さんも同行してくれるかい。逃すとは、この失態厳罰に値しよう。これで敵さんはいなくなったね。さてさっさと進んじまおうか。敵将討ち取ったり。
を一撃で。俺に任せろ。これでいいだろう。さあ、ここまで来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ。触れて回れよ。お前が出るまでもなかろう。私が敵を蹴散らす様を見ているがいい。我が君、どうぞご覧ください。私が戦場の花として咲き誇る姿を。一撃で。今が好機。くだらんあがきがどこまで続くか見ものだ。上々の結果だな。おお、よくやってくれた。この地の構造は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。かの地を攻め、これを接収する。みんな進め。じゃあ行きましょう。私たちで要所を落とすわよ。敵のよりあっしが船酔いを直してやるよ。俺に任せろ。船を全部つないじまいな。それで万事解決さ。みんないいことを聞いたぞ。船をつなげばもう酔わないらしい。美しい花は散り際も心得ているもの。ここで倒れるわけには参りませんわ。いやあなたのおかげで倒れちゃいました。ただどんどん飲んでくれ。勝利の前祝いだ。そっちもたんと飲みなよ。まあっしの仕事はこんなもんかね。面倒になりそうだ。敵もそろそろ我らの人に来ているでしょう。俺に任せろ。これでいいだろう。ここ
まで抵抗されちゃかなわんな。あんたらの企み暴きたかったんだがね。伝令、宗師様、神器様が配送されました。うん、何それはまずいな。よし、俺が代わりに敵陣を突破してやる。曹軍へ投降されるのですか。しかし船に積んであるのは油と枯れ草、これはどういうことでしょうな。なるほど、孫悟から奪った資材ですか。郊外殿の憎しみは相当なものですな。確かに、もう郊外殿を疑うのはやめよう。奴の投降は本当のようだな。やれやれ、なんとか露見せずに済んだわい。さて、準備を再開するとするかの。皆の奮戦を無駄にはせん。曹操軍の船を派手に燃やしてやるわ。うん、上々の結果だな。お見事。いやはや、とても真似できませんな。私の見込んだ通り、いや、それ以上だ。とても真似できませんな。
ここを守らぬ勝機はないか。進軍を停止せよ。我々はこの地を防備する。さてどんな感じでとっちめてやろうか。曹操軍を挑発する作戦、始めていいですか？指示さえあれば、いつでも船を出せますぞ。わかりました。思いっきり煽ってやります。おい、曹操！悔しかったら、こっちに来てみろ！見えすぎた挑発よな。もはや企みを用いねば勝てぬと踏んだか。弱腰になった敵を押し潰し勝負を決する。全軍奴らの本陣へ向け出撃せよ。私らが何を企もうとも、わしは負けぬ。我が覇道の前に、ついえるがよい。今が好機。今更奮戦したところで何も変わりはせぬぞ。ここは引かねばならぬか。だが我が覇道はまだついえたわけではない。盗難の数はまだか。
曹の首を取る好機。奴が曹人のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に討ち果たす。全軍急ぎ追撃を開始せよ。